熱力学では物質のあらゆるエネルギー変化を扱います。その第一法則はエネルギー量について、その第二法則はその強さや方向について述べています。熱力学では挙手的に物を見ます。そのためメカニズムや速度は扱いません。第一法則では熱はエネルギーの一つの形であり、仕事を熱に変えることもその逆も可能であると言います。多くの人の研究によってまとめられました。さらに多くの人によってエネルギーはあらゆる形で存在するが、無から有へ、有から無になることはないとまとめられました。内部エネルギーとはそのものにあるエネルギーとします。ポテンシャルエネルギーとはある基準を設け、その差を見るときに使います。そしてある物質がある変化をして元に戻るとき、内部エネルギーは元と同じとします。そのとき内部エネルギーの変化はゼロとなります。丸一です。また内部エネルギーは始めと終わりを決めると途中の道筋によらないとします。丸二です。周回積分で表すと丸三となります。状態1と状態2との差は丸四となります。今 Q の熱を受けて W の仕事をしたとします。その時内部エネルギーの変化は丸五で表されます。断熱変化の時は Q が0、デルタ E がマイナス W となります。エンタルピーを丸六で定義します。状態 A から状態 B に変わる時、エンタルピーの変化はこれらの式で表されます。エンタルピーの関係は丸七、丸八の通りです。圧力が一定で熱変化をするとき、仕事は丸九で、熱量は丸十で書くことができますから丸十一となります。体積が一定で熱変化をするとき、デルタ V イコールゼロより丸十二が成り立ちます。丸六より丸十三が成り立ちます。比熱、温度 T が T プラスデルタ T に変わる時の熱量を Q と置きます。熱量 Q を温度変化デルタ T で割った数を熱容量と言います。そして 1g あたり1度摂氏上げる時の熱量を比熱と言います。圧力が一定の時の比熱は丸11より丸14となります。体積が一定の時の比熱は丸12より丸15となります。低圧比熱 CP には丸16、丸17の関係があります。理想気体では丸18が成り立ちます。気体1モルの時丸19が成り立ちます。また丸20という関係もあります。低圧比熱 CP、 低積比熱 CV には丸1、丸2、丸3の関係があります。比熱は温度によって決まります。また物質によって異なります。丸四の関係もあります。
いろいろな気体について比熱が実測され、マルコの式で表されます。1865年、クラウジウスは次のような理論を発表しました。熱は温度が高い方から低い方へ流れる。そのことより外部に何らかの仕事をしないで低温部から高温部へ熱を移すことはできない。その後トムソン、オストワルドらは熱を全て仕事に変えることはできないと述べています。永久機関という考えがあります。第一種永久機関とはエネルギーを無から作り出したりゼロにしたりすることです。第二種永久機関とは熱を制限なく仕事に変えることです。共に存在しません。温度 T1 で Q1 の熱を得て温度 T2 で Q2 の熱を吐き出す熱機関を考えましょう。カルノーサイクルと言います。その熱効率は ① で表されます。熱効率の最大値から ② という関係が出てきます。 ② からエントロピーを ③、⑤ で定義します。そして断熱変化ではエントロピーが大きくなる方向に進むとしました。熱力学第二法則です。丸ごと書くこともあります。仕事とは機械的なエネルギーとします。カルノーサイクルを調べてみましょう。理想気体を可逆的に変化させて熱エネルギーを仕事に変えるサイクルです。理想気体を温度 T1 のままで V2 まで膨張させます。 Q1 の熱を吸い取ります。 ① です。 V3 まで断熱膨張させます。温度は T2 となります。⑪ です。温度 T2 のままで V4 まで圧縮します。 Q2 の熱を出します。⑥です。断熱圧縮し元の状態に戻します。⑤です。等温断熱、等温断熱の操作をして元に戻すというサイクルです。その間に ① で熱を吸い取り ③ で熱を吐き出します。曲線で囲まれた部分が仕事に変わります。その大きさは ⑤ です。断熱変化では ⑥ の式が成り立ちます。⑪、⑤ では PVT は矢印のように変わります。そして ⑦ が成り立ちます。なされた仕事は ⑦ となります。カルノーサイクル以外のサイクルでも熱効率は ⑹ となります。⑰、⑰2、⑰3、⑰4の順で回すと仕事が得られます。外部から仕事を与えてサイクルを逆回りさせましょう。すると T2 で熱を吸い T1 で熱を吐き出します。つまり冷凍機となります。式で書くとこうなります。100度摂氏の水蒸気を0度摂氏の水蒸気にするときの熱効率は 27% です。カルノーサイクルで表される熱 Q1、Q2 と
温度 THT ニットから QRT を作ります。すると QRT の総和は0です。丸10です。カルノーサイクルを無限に取ると図のようになります。元に戻るので内部エネルギーの差は0となります。エントロピー、エントロピーを QRT と定義します。一つの孤立した系では可逆的なサイクルのエントロピー変化は0です。熱力学第二法則です。例えば水0度摂氏に0度摂氏のアイス 1g があるとき可逆的です。水が10度摂氏のときは外部から熱を与えることになりますので不可逆的となります。